神代でございます。今日は出雲の賀茂神、出雲の賀茂神についてお話をさせていただきます。紀元216年頃ですね。はっきりとした年代は分かりませんが、私の推測でありますが、紀元215年から216年頃、イザナギが北部九州、筑前の国、福岡県の南部、筑後川上流地域の古書山の南方一帯、後の朝倉郡、安郡一帯に邪馬台国を建国したことは以前に述べました。そしてイザナギはその王国の女王にアマテラス狼、私はこの女性が邪馬台国女王卑弥呼だと考えております。その政治の補佐に月読み巫女と、この二人をその王国の政権担当者に選んだようです。しかるにこの両人は未だ10代の前半、実際の政治はこの頃不本意ながら未だイザナギ本人が取っていたようです。アマテラス狼、女王卑弥呼およびその断定月読み巫女が実際に政治を取るようになるのはあと数年先のようであります。そういうことでここしばらくの間は邪馬台国の周辺の様子、出雲、朝鮮半島、中国などの情勢を多少見ておきたいと思います。さて、まずもっては出雲王国の話でありますが、出雲王国が大賀屋からの派遣総督である大殿寺の御子と大殿部の御子との時代へ変わったということは以前に述べました。しかし出雲の人口人種問題についてはその出雲自体に人口が少なくかつ開発を急がなければならない理由もあって、以前からのどの人種も受け入れるとの方針に変化はなく、王国、出雲にできた大賀屋の分国の王国ですね、王国の大殿寺巫女もそれを踏襲したということは以前に述べました。この出雲の王国についてもう少しお話をさせていただきます。というのも大殿寺巫女と大殿部巫女の次の世代の神々王様についてであります。以前に大殿寺巫女と大殿部巫女には出雲に赴任するときに家族を連れてきており、その家族が娘綾かしこねの巫女と30代後半、娘婿おもたるの巫女とこちらも30代後半、そしてその娘夫婦には子供、大殿寺巫女からすれば孫たちがおり、長女が木坂姫、後のイザナミですね。長男が木坂三鷹彦、これらの人々がいたということは以前に述べました。それでは、それ以後のことについてお話をしたいと思います。さて、大殿寺巫女と大殿部巫女との次は、いわゆる日本書紀の神の代6代目になるのですが、
おもたるの御事、あやかしこねの御事が継承したと日本書紀に記録されています。当然におもたるみことが夫で、あやかしこねのみことが妻だと考えられます。そして、おもたるみことについてですが、これは日本書紀によると要望が整っていて美男の人、もっと言えば顔の良い人、ハンサムな人の意味であるようです。王族、大家屋の王族の中でも家柄の良い美男の男子を選んで婿に取ったものでありましょう。ところがその妻のあやかしこねの御事になると、こちらはその名前の意味が慎重のようです。あやとは蚊帳のなまったもの、いわゆる官のという意味でありましょう。かしこねの御事とは恐れ多い、もったいない、ありがたい女性の意味であるようです。すなわち全体を通すと官の恐れ多く、ありがたく、もったいないお姫様という意味となるようです。これらのことから私は大友寺御子と大友部御子との間には男の子がおらず、その後を継いだのは娘である綾かしこねの御子とであったろうと推察します。つまりは綾かしこねの御子とが美男子の養子をもらって出雲王国を相続したのでありましょう。失礼ながら夫である主だる御子については、出雲にはその業績を表すようなものは何一つ残っておりません。一切主だる御子に関しての神社や伝承はないのです。ところが妻であります綾かしこね御子については、カモス神ということで、出雲の至るところにその業績が残されているのです。ちなみに綾かしこね御子がカモス神であることは明確な証拠としては何も残っておりません。しかしカモス神が出雲の多くの神々の御親神と称されているところから、母神であり女神であったことは想像がつくわけです。その本拠地は島根郡上佐田、現在の八塚郡鹿島町の明文というところにある海老山だったようです。ということは島根半島の北側の江戸川浦の近くの佐田に居館を移して構え、本国大家屋からの強い指導を受けながら出雲の国政を差配していたことが想像されます。また佐田に居館、後の佐田神社を置いたところから佐田狼との称号もあるようです。ここで綾かしこね御子の称号をひとまずまとめてみましょう。カモス神、これは神娘御子と同じ意味です。後年イザナミもこう呼ばれていますから、出雲の女王を出雲地方ではこう呼称したのでありましょう。神娘御子、これはカモス神と同じ意味です。御親神、イザナミ御子の母親であったところからこう呼ばれていたのでありましょう。サタオオカミ、サタに巨漢を置いたところから
こう呼ばれていたのでありましょう。当時、日本海側の江戸無ヶ浦から佐田川をずっと南に下ることによって宍道湖まで船で往来ができました。いわゆる佐田水海と言われるもので、宍道湖の入り江のところまで海水が来ていたのです。そういう意味からすると、綾かしこねの命が島根郡上佐田を押さえたことによって、出雲と朝鮮半島との航海網が短縮され、また佐田水海を押さえたことによって航海網を完全に掌握できたということも言えそうです。鴨神綾かしこね命は島根郡上佐田を本拠地としたことで本国とのパイプも深まり、そして当時の出雲経済の大動脈をも抑えたとも言えるようです。さて、鴨神のことを日本書紀では寒結びの御事と書いています。これはおそらく鴨神がその本国である大岡屋に会議等で出向いた時の称号が寒結びの御事であり、天野水主の御事、高結びの御事に次いで3番目に重要な地位にあったということを表記したものでありましょう。ちなみに天野水主命、天野水主命というのは大岡屋の王という意味であり、大岡屋国王のことであるようです。多分にこの頃は伊比賀大王でありましょう。次に高結び命、北部九州を抑えた伊沢なぎ命のことであるようです。高結びとは古代韓国語で、他は土地、がは耕す、無は真実の、数は山もしくは国、美は彦ですね、男性の基人、開墾地北部九州を支配する真実の国の基人、もっと言えば開墾地北部九州の基人という意味でありましょう。寒結びの命、これは出雲の綾かしこね命のことだと判断されます。寒、騎馬民族でいう族長ですね、寒である貴人という意味でありありましょう。それぞれ役職だったのでありましょう。思えばこの当時鴨神綾かしこね命の時代、大岡屋と出雲王国は親密な関係を有していたようです。その親密で平和な関係はこれからもしばらくの間続くことになるのです。